歴史上の有名な画家も変人が多いからな。ある中から異常な女好きまで様々だ。どこかしら変わってるから芸術面では突出してるってこともあるんだろう。なのかしらね。でもそばにいたらすごい嫌よ。迷惑よ。今身をもって体感してるわ。とわに関してはもう諦めろ。昔からこういうやつだ。その割には可愛い趣味があるのよね。趣味？部屋にずっと置いてあるウサギのぬいぐるみを興味ないとか言うくせに捨てないじゃない？実は好きなんでしょ。いや。夜はこっそり抱いて寝てたりするんじゃないのか？いやだ、とあったらそんな可愛いところあるの？そういえば、今日はデスマッチには行かないのか？今日はお休み。チームメンバーの都合もあるからね。そうか。
楽しんでやってるなら構わんが、あんまり羽目を外すなよ。最近じゃデスマッチも昔より悪質な奴らがうろついてるらしいじゃないか。まあね。でもそういう奴らもまとめて吹っ飛ばすのが楽しいのよ。スカッとするわ。そうか。ま、しばらくは高里組も荒れるだろうから、お前たちも気をつけろよ。上の連中はともかく、チンピラどもがトラブルを起こすかもしれん。そうなったら、拳で鎮圧しちゃうから大丈夫。拳を振るうのはデスマッチだけにしとけよ。もちろん。パフェおごってもらったし、言うこと聞きます。美味しかった。ありがとう。大満足。それじゃ、明日もあるし帰るか。そうね、また明日。とは、ちゃんと寝なさいよ。このまま飲みに行ったり、男を引っ掛けに行ったりしちゃダメだからね。うん。ごちそうさま。あら、そういえばあんたもおごりなの？コーヒーしか飲んでないからな。なんかあんたって周りから妙に甘やかされてるわよね。フラフラしてて危なっかしいからかしら。野良猫みたいな感じ？さあな。貧富の格差がいよいよ深刻な社会問題となっています。特に若年層の貧困が著しく、増加し続ける10代後半から20代の失業率に対し、国は職に就いたり学校に行くことをしないでその日暮らしをする若者、いわゆるハプレスチルドレンを原因として挙げており、彼らをどのようにして社会復帰させるかが大きな課題となっています。また行き場のないハプレスチルドレンは新興民に移り住む傾向。お待たせしました。
べるか。いただきます。甘いの苦手でもこの店のは平気なんだろ。まあこの蜂蜜の自然な甘さとパンの焼き加減がガキの頃によく食べたパンケーキに似ててな。てお前こそ普段はほとんど食べないくせにここのハニートーストは食べるよな。なんとなく。なんだそりゃ。でさ、もうすっごいやつがいたらしくてさ。なんだよ、すっごいって。何がすごいんだよ。すごいっつったらすごいんだよ。強いんだって。すごい強かったらしいんだよ。そりゃ高里組ってデスマッチの参加者で強いやつを引っ張ってきてるんでしょ。強くて当然だろう。いや、もっとだよ。もっと強えの。もっと？真顔で何人も殴って沈めてくくらいの、そういうマジでヤバいやつだったらしくて、どうも組を裏切ったらしいんだよ。マジで？そう。で、兄貴を殺して逃げたって。兄貴？兄ちゃんってこと？ちげえよ、あれだよ、ほら、杯がうんたらかんたらってそういう兄貴。なあ、そういう兄貴。でもさ、それってすごい不義理ってやつじゃね。やばいんじゃねえの？やばいよ。だから組のやつらに制裁されてもうこの世にいないって話だけどな。制裁？おっかねえ。高里組なら人の一人や二人くらい簡単に消せるだろうしな。
大人気だな、高里組は。他に話したくなるような楽しいことがないんだろ。そうかもな。食べるのか？お前どうせ残すだろ。おい、やめろ。せっかく禁煙成功したってのに。本当に成功したかどうか試してるんだよ。今やるな、今。食事中だぞ。
なんだ。よく食うなと思って。お前が小食すぎるんだよ。ほら行くぞ。ほら、やっぱりトワだ。おお、ほんとだ。トワさん。お前、よく見えるよな。真っ暗なのにあんな遠くから。目めっちゃいいの俺。超くっきりはっきり見えるよ。アニメばっか見てるのに謎だよその視力。むしろアニメで鍛えられてるのよ。つうかとは、何やってんだ、こんなとこで。ぼんやりしちゃって、よからぬ妄想。でもしてた？ケーキ漬けに一発爆弾でもどうですか？目覚めますよ。
別に一服してただけ。暇ってことか。ならデスマッチエリアに行かねえか。面倒だからパス。言うと思った。トウは絶対言うと思ったよ。暇ならいいだろう。付き合えよ。元兄弟のよしみでよ。お前と杯を交わした覚えはないな。杯って言えばよ、とは親父の葬式に来なかっただろ。行くわけない。今日の昼に葬式があって、昨日は通夜だったんだよ。全然興味なしって感じですね。ああ、ま、いや、それよりデスマッチエリアだ。行こうぜ。行ってみたら意外と楽しいかもよ。ないな。もういっそのこと全部爆弾で吹き飛ばすってのはどうです？そしたら一瞬でみんな楽しくなりますよ。何がだバカ。お宅はいいから行こうぜ。とはほら立てよ。だからデスマッチに参加するなって言われてっからよ。なんもできねえ。が、お前は好きなだけ参加できるじゃねえか。羨ましいな、おい。元参加者として体がうずくぜ。借金の取り立てで普段から好きなだけボコボコ殴ってるだろ。それはお仕事だし、返さないアホが悪いね。でもいつも楽しそうに追いかけ回してるじゃないですか、お二人とも。僕も怖くって怖くって。嘘つけ。借金野郎の弱みやら個人情報やらかき集めるのお前の仕事だろうが。
それはもちろん。新興味の情報なら任せてください。あと爆弾も。ねえ、行くなら早く行こう。帰って録画しといたアニメ見たいんだよ。うるせえな、このアニメオタク。っていうか、あのスズメ、ポップコーン頬張りすぎね。欲張りすぎだよ。破裂しそう。あ？どこだよ。見えないっつうの。お前の異常な視力で見えるもんは普通の人間には見えねえんだよ。みんなも俺みたいにアニメ見ればいいのよ。アニメ見ようよ。見ねえよ。か。派手にやってんな。平和、この間の見せしめが効いたね。
せしめ。ああ、銃ぶっ放しまくってたやつか。まあ、吊るしといたからな。銃は使用禁止になったのか。いえ、使用禁止という明確なルールは作ってません。相変わらず暗黙の了解状態ですよ。そのせいか、負けたことが悔しくてどうしても勝ちたい、復讐したいって新参者が銃を持ち込むことも増えてきてるんです。この間吊るした奴はリンチを止めに入って俺らにも銃を向けてきたからよ。そりゃぶん殴るよな。そうじゃなくても銃や武器が絡むと試合じゃなくて戦争が始まっちまう。そういうアホを見つけたらボコって、持ち込んだ武器と一緒に吊るしとくとね、それなりの効果があるんだよね。もしデスマッチが戦争になったら、その矛先は必ず高里組に向きます。それじゃ進行儀がめちゃくちゃになっちゃいますから。どんなに混沌としているように見えてもバランスは大事ですから。みんなが平和に暮らすためってどこか。
を脱がせますね。傷がひどいが、傷はそれほど深くなさそうだ。よし。痛みはどうですか？もし辛いようなら休んでいった方が。いや、いい。急に動かない方がいいですよ。手当てが終わったら戻ってこいって上に言われてるんでね。世話になった。すまねえ。見送ってくるわ。もちろん分かってはいるんだけどね。あんな状態で返すのって本人の意思だから仕方がないんだけど。患者が望まないのであれば俺たちができることは何もない。うん、そう、そうなのよね。あとはもう大丈夫かしら。ああ、来てくれて助かったよ。急に呼び出してすまなかったな。いいのよ、気にしないで。あと、明日の炊き出し、よろしくな。はい。炊き出し？先週から言ってただろう。忘れたのか？路上生活者や仕事が見つからない人たちを支援するボランティアのイベントだよ。
よろしく頼むな。あとは俺がやるから帰っていいぞ。あ、とは。最近絵の方はどうなの？誰かいいモデルは見つかった？いや、今のところは。早く新作書いてよね。一ファンとして楽しみにしてるんだから。それじゃ、おやすみ。こんばんは。昨日一日で確認された新興味の死亡事件を振り返るインシデントビューです。昨日は2件の死亡事件が確認されています。まず最初の事件から振り返りましょう。追い詰められた負債者の暴発です。昨夜9時過ぎ、新興味 D トック阿波路町の風俗店で元従業員の男が立てこもり、店長を複数回刺した後ガス爆発により自殺しました。警察によりますと、現場からは店長と元従業員の遺体が発見され、店内にいた従業員や客など15人が重軽傷を負い、通りを歩いていた観光客。Thank you.
あら、村瀬先生、こんにちは。どうも、こんにちは。相変わらず素敵ね。いえ、とんでもないです。村瀬先生、この間はありがとう。池山さん、その後お孫さんの様子はいかがですか？薬を飲んで寝たらすっかり良くなったみたいでな。先生のおかげだよ。それはよかった。手伝ってくれてるのね。あ、はい、お手伝いに来ました。イケメンだから目の保養になるわね。やだ、そこは美人って言ってくれないと。おう、お前も来てたのか。とは、豚汁姿が様になってるね。豚汁姿って何ですか？知らないよ。お前らも来るんだな、こういうイベント。そりゃ上からの命令だし、しょうがないよね。榊さん、意外とこういうの好きですからね、顔に似合わず。榊さんの命令じゃ断れねえだろ。ってことで飼い主待たせてるから行くわ。ほいじゃん、とは。失礼します。最近高里組もこういうボランティアのイベントによく来るようになったわね。やっぱりイメージアップを狙ってるのかしら。榊が次期組長の座でも狙ってるんじゃないのか。榊さん、次の組長でほぼ確定らしいわよ。でも組長の座を狙ってるって言われてる人もう一人いるじゃない。あのメガネの透かしてる方、あっちは来てないのかしら。どうだろうな、俺は見てない。やっぱりライバル同士になるわけだから顔を合わせたくないのかしらね。他に次期組長候補っていないの？俺に聞かれてもな。
ターじゃねえか。お前はあれか、村瀬さんのお付き合いか。ああ、さっき小太郎たちと会った。ああ、そうか。まあ、たまにはこういうのもきちんと見に来ねえとな。カジノだ、セレブだってそんなことばかりやってたら足元がふらついちまうからよ。今日俺たちも後ろぐらい商売だけじゃやってけねえんだ。これからは企業としての体裁も整えていかねえとってやつだ。なんか困ったことがあったらいつでも来いよ。最大限のバックアップをしてやるからよ。映画ってのはそう長くは続かねえもんだ。いつ何時戦争が起こるか分からねえからな。なんだったらそんなやったやってこい。ああ、それとお前、行くわけないだよな。お前はそう言って分かっちゃいるんだが、まあいい、じゃあな。いた。何、榊さんと話してたの？別に、挨拶だけ。そう。分かんない人よね。妙に人情派っていうか、トワをすっごく構うし、息子の面倒を見る父親って感じ。ガキの頃からの付き合いだし。まあそれもそうか。そういえばもう一人のメガネの透かした方はやっぱり来てないみたい。いいのが揃いも揃って邪魔だよ。だ、何かと思ったらおばあちゃん。あんた、いたのかい？いたわよ。みんなのお手伝いに来たの。まあ、人手は大いに越したことはないからね。でしょ？おばあちゃんたちの何倍も働けるから、どんどん行ってちょうだい。ああ、助かるよ。おばあちゃん、それ大丈夫？
持とうか。いや、これくらいどうってことないよ。他を手伝いな。わかったわ。でも気をつけてね。ああ。イベントは16時までだからもうすぐ終わりよ。そろそろタクのところへ戻りましょう。お疲れ様。忙しすぎてあっという間に時間経っちゃったわね。本当にな。お前たち何か食べたか？残り物ならまだあるみたいだな。私はさっきもらって少し食べたわ。トアは？いや。あんたのご飯それ？もう。どう？あいつらと話してた。ああ、話しかけられたから。昔からの顔見知りだから付き合いやすいんだろうが、あまり深く関わるなよ。そうね、いつトラブルに巻き込まれるか分かんないし。ルーストに来るの？多分。さ、店長が珍しいお酒を仕入れたからトワに飲んでみてほしいって言ってたわよ。あまり万人受けしない味らしいんだけど、あんたならいけるんじゃないかって。今晩お待ちしております。あまり飲みすぎるなよ。私が見張るから任せて。
次はないと思う。こんなところで会うなんて珍しいな。飲み屋探しか。ああそうか。今の見てたのか。少し。近頃は借りた恩を踏み倒そうとするやつが多くて困ったもんだ。ところで昨日は炊き出しのボランティアとやらにお前も行ったのか。ああ強制連行で。村瀬か。純粋にボランティアとして参加するのは大いに結構な。だが、昨日はうちの連中も来てたんだろう。俺たちがそんなイベントにわざわざ参加するなんてあざといと思わないか。親父が言って組もしばらくはゴタゴタするだろうが、もし何か困ったことがあれば言えよ。助けてやる。ああじゃあな。
いらっしゃい。トワ君、待ってたよ。実はちょっと頼みがあって。レイから聞いた、珍しい酒があるって。そうそう、ちょっと待ってね。これね、アブさんっていうヨモギのお酒で、いろんなメーカーから出てるんだけど、こっちじゃあまり出回ってないやつをフランスから取り寄せたんだよ。でもこの味は苦手な人も多いだろうから進めづらくて、トワ君ならいけるんじゃないかと思ったんだ。ちょっと飲んでみてよ。そうやって飲むのが普通なのか。伝統的な飲み方らしいよ。だけどなかなか手がかかるんだよね。どうぞ。どう？砂糖なしでもいいんじゃないか。トワ君ならそう言うと思ってたよ。その苦味と味の強さが苦手で砂糖を入れる人が多いらしいんだけどね。度数は60。トワ来てたんだ。はあ、昼間に運動したから疲れちゃった。昼って炊き出しのボランティア？そう、タクが出るって言うから私とトワも一緒にね。トワは私以上に疲れたんじゃない？いつもだらけてるから。まあな。何よ、つまんないの。それマスターが言ってたお酒どうだった？飲むか。やった、何この匂い。とはこれ飲んだの？飲めるの？ま、普通に。うわ、私これは匂いだけでダメ。
これって薬草が原料のお酒なのよね。そうだね。植物か。レイ君って植物嫌いだったっけ？ううん、花は大好きよ。でも植物って見てる分にはいいんだけど、腐ってくるとすごい匂いになるじゃない。だから自分じゃ買ったり育てたりする気にならないのよね。なるほどね。腐臭っていうのはどの生き物もだいたい似たような匂いを発するんだよ。鼻に残る嫌な甘ったるさがあるっていうか、人間も植物も動物も。店長って普段は温厚だから忘れがちだけど、やっぱりこのお店の店長よね。うん？店長、聞きたいことがあるんだけど。どうぞ。ブログに載ってた傷の画像、あれ知り合い？ああ、あの画像なかなか良かったでしょ。なになに、傷の画像って？私その記事まだ見てない。レイ君、その前にお客さん、会計お願いします。あ、はい。話の続きだけど、あの画像ね、僕の知り合いじゃなくて初めて投稿された作品なの。それで僕も気に入ったから作者のフレーズにメールしてみたんだけど、連絡がつかなくて。一応作品の投稿時にはメールアドレスの記入を必須にしてるんだけど、捨てアドだったみたいでね、メールが戻ってきちゃうんだよ。ブログには載せてほしいけど、素性は知られたくないってことか。多分そうだろうね。連絡が取れたら店に作品を展示させてもらおうと思ってたんだけど、ちょっと残念だよね。まあ、また投稿があるかもしれないし、僕も誰か作者を知らないか周りに聞いてみるつもり。何か分かったらトワ君にも教えるね。興味あるでしょ。まあな。だと思った。お会計終わったわ。さっきの話の続き教えて。店のブログ見てみろよ。あ、そっか、まずはそこからよね。オッケー。ああ、この画像ね。っていうか、とはこれが気になったの？これってリストカットじゃないの？そう見えるけど違う。
違うの？手首か何かを切った後の画像にしか見えないけど、もし本当に違うならどうやって作ってるのかしら。今トワ君にも話したんだけど、メールアドレスが捨て跡だったから連絡が取れなくてね。フレーズっていう名前しかわからない謎の作者なんだよ。何それ、ミステリアスじゃない。ちょっとワクワクするわね。こういう人がモデルになるといいわね。せっかくあんたが興味持ったんだし、ぴったりじゃない。そううまくはいかないだろう。そうだレイ君、この間店でやったボディーアートの相談イベント、お客さんから好評でね。え、本当に？ああ、それでね、定期的に開催してみようかと思うんだけど、レイ君さえよければどう？やるわ。あのイベント、いろんな人の話が聞けてすっごく勉強になったの。そこからお客さんになってくれる人もいたし、またやりたいなって思ってたのよ。それじゃあまたイベントの打ち合わせしようか。よろしくお願いします。
政府の対策不足か、それとも町の怠慢か、違法薬物の売買がいよいよ問題となっている。今年度、本土における薬物での検挙件数は、新たな合成麻薬だけで、実に1万件を超える勢いだ。多くの違法薬物が、新興味から来たものなのか、実際のところ、疑問が残る。高里組仙台組長は、違法な薬の売買を禁止しており、
表向きと思われがちだが、実際はかなり厳しく取り締まっていた。高里組は今のところその路線を変更してはいない。しかし実際のところ、一度薬に手を染めてしまった者が新興味に引きつけられるのは事実のようだ。中毒者は薬を買う金もなく、カジノで無謀な賭けに出ることもあるという。若者に浸透しつつあるというのも問題視されている。ライブハウスやクラブといった場所だけでなく、学校や飲食店といった若年層が集う場での売買も増加しているのだ。薬物に手を染める若者たちを救うために我々ができることは何なのか。あ、いた！ちょっととは、昨日はあれからまっすぐ家に帰ったの？っていうかお昼よ、お昼。具合が悪そうだな。大丈夫か？昨日も飲みまくってたものね。いつものことだけど。今日のメニューはトマトハンバーグカレーよ。もうなんだか洒落てるな。そう、時間がなかったから簡単にできるものにしたんだけど、お皿と飲み物の準備お願い。わかった。ありがとう。ほら、トアも起きて。食べるわよ。いい匂いだな。でしょ？それじゃ、早速食べましょう。いただきます。